子が入ってることに気がついたんだと。で、タバコを便器に投げ入れたら、おお、火だるまになったらしい。マジかよ。ここで何してる。おい、そいつは俺のコーヒーだぞ。おいおいおい、落ち着けって。まず一つ目、こいつはたかがコーヒーだ。二つ目に、俺は本部の連中に雇われてここのシステムの侵入テストをしに来たんだ。しかも喜べ、異常なしだ。ああ、エイモト、俺だ、トビアスだ。そうだな、問題はなさそうだ。うん、伝えとくよ。ルーターもチェックしろとさ。ああ、なるほど、分かった。ありがとう、じゃあな。事務方はいつもこうだ。おい、ここにいたらブルームに居場所がバレる。応募した時はブルームにかなり期待してた。セールストークに惚れ込んだんだ。革新的なことができるってな。実際は初めから壊れてた。もう手遅れだ。 CTOS は巨大すぎる。くそ、閉じ込められたか。すぐにシステムの脆弱性を見つけないとな。うまくやればこのバカどもを自分たちのオフィスに閉じ込めておける。通路を見張ってろ。オフィスを調べる。わかった。まあ、The fuck? I got my eyes on you. エレベーターの電源を落としやがった。俺を閉じ込めるつもりらしい。くそ、街でセキュリティ会議でもあるのか。やけに警備が多いな。What just happened? どうしたんだ。レイモンド・ケニーだ。そんなバカな、ここに。そう聞いてる。親父が一緒に働いていたんだ。うまいそうだが、一旦親しくなればいいやつらしい。あいつの趣味を見たことがないから、そう言えるんだ。Whatever, not my problem. よし、ここにいればしばらく安全だ。だが急いで脆弱性を見つけないと。
今日上がりだ。行くぞ。あーくそ、おっさん一人に大げさだな。ありがとうよ、CTOS。Good bandit. You're clear. Doors closing. Watch your back, he's around. Where'd he go? Anyone got him? Washington and Wells. No. Doors closing. さよなら、ブルーム。楽しかったぜ。終了報告だ。いよいよか。脱出計画は？ブルームのシステムに偽の痕跡を残しておいた。これから2週間俺はウィチタ、アマリロ、トゥーソンに出没し、メキシコのどこかに消えていなくなる。その間に逃げるわけか。マイアミから片道の船に乗る。状況が落ち着いたら何らかの方法で連絡するが、まあ気をつけろよ、ティーボン。今度は面倒に巻き込まれる。そのつもりだ。アディオス、アミーゴ。アディオス。何、ただいま。生存の第一原則、常に裏口を使え。いや、
合鍵を作る中。見た目は悪い、居心地も悪い。家とも呼べないが、必要な時にいてくれたな、ベイビー。案件を起こさないとな。ハードディスクは朝になったら燃やそう。こいつらを使う機会はなかった。被害妄想が実現して死んじまうよりはマシか。この穴蔵での最後の夜だ。少し眠っておくか。出ないぞ。よせ、やめろ、邪魔すんな。わかった、わかったよ。10年ぶりだな、フルは。何なんだ。レイ、警察を呼んで。いや、待て、呼ぶな、来るかもしれない。俺の居場所が分かるか。落ち着け。また例の発作発生か。発作？レイモンド、奴らに殺される。分かるか。一体誰に。分からない。奴らに何かで殴られた。失神したらしい。多分トランクに入れられてる。間違いなくトランクの中だ。追跡できるか。いまいちだな。 GPS 信号が途切れ途切れだ。そうか、ジャミングされてる。こいつはまずい。フィクサーと同じくらいまずい。くそ、わかった、すぐに向かう。フルーアはかなりヤバい状況らしい。だが俺がシカゴを出るなら今しかない。チキシャン、見殺しにはできねえ。携帯の電池が切れそうだ。頼むから急いでくれ。落ち着けって。手探りでトランクの掛け金を探せ。新型の車ならあるはずだ。いや、ない。そうか、なら車は古い型だな。ヒントだ。昔の車か。いや、糸口にならない。奴らがトランクの掛け金を外したのかも。そこに工具は入ってるか。仕切りの中にジャッキがあるかもしれん。分かった。ああ、ジャッキがある。これでトランクを開けるのか。そういうことだ。だが開く音は聞かれたくない。あちこち叩きながら開けろ。大声も出せ。よし、行くぞ。おい、お金出せ。助けて、助けてくれ。開いた、成功だ。トランク開けろ。何が見える。路上に建設作業員が見える。シカゴだぞ、どこにでもいる。ああ、パイロンだ。たくさん見える。見つけた。よし、トランクを閉じたままにして覚悟を決めろ。待て、覚悟？何の覚悟だ。今から車が揺れるぞ。レイモンド、よせ。フルア、無事なのか。出してくれ。ちょっと待ってろ。さらにフィクサーだ。くそ、本当にしつこい連中だな。待ってろ、フルア。I'm calling it, it's over。大丈夫そうだな。トランクの中は全く想像もつかない。最後に会った時はめちゃくちゃだった。エイデンが見かけた時のやつはホームレスで、何かの薬で尻滅裂だったらしい。
まあその全てを俺のせいだとでも思ってるんだろうな。レイモンド、俺を殺す気なのか。イカレ野郎のくせによく言うぜ。俺はイカれてない。それでお前は何をしてフィクサーを怒らせたんだ。俺？原因はお前だよ。未だに逃げ回ってるんだぞ。お前がローズと一緒にブルームを内部告発してからずっとな、いい人生を送ってたのに。よく言うぜ。こっちはお前がイカれてるせいで面倒なことになったんだぞ。ローズは死んじまった。それにお前が2003年に起こしたあの事件、あれで何人死んだ。あれは俺のせいか。このクソ野郎。いや、そんなつもりじゃない。助けてくれて感謝してる。もう行くよ。11人が死んだ。リンジー・ガルシア、ジェレミー・コナーズ、もっと聞くか。全員の名前を言えるぞ。逃げたら必ずブルームに見つかる。何しろそうできるようにコードを書いたのはこの俺だからな。いいか、逃がしてやる。だがもう一度ブルームに侵入して情報を奪う必要がある。お前はここにいていい。だが俺のものに触るな。決してシステムをいじるな。そして決して触るな。ああ、そうしないよう努力する。それから絶対に俺のビールには手をつけるな。酒は飲まない。そうだろうな。こうしちゃいられないぞ。電話をしないと。ビリングスです。シーラ。謎の男、あなたなの？死んだと思ってたわ。寂しかったか。まさか。報告書の山がどんどん高くなっていくんだから、あなたも手伝ってくれる？いや、不足してるんだ、金と物資がな。仕事はいくらでもあるわ。ラッキークイーンとイラクが死んだ今、ギャングもチンピラもゲリラもこぞって取り分を奪い合ってる。なのに部内には信頼できる人がいないの。適切な指示さえくれれば引き受けるぜ。いくら？納税者の金で町から悪党を追い払う制度が機能するってのは素敵じゃないか。ふん、悪い子ね。待ってて、仕事を送るわ。マップをチェックする。グループの一つをマークしたわ。シカゴサウスクラブよ。現在クイーンの坊やが指揮を取ってる。分かった。一度きりのターゲットもいれば、メールを一日一回送信してほしい相手もいる。監視されていると伝わるように。言っておくけど、もし捕まったら。あんたは知らない。そう、潜入する前に私に連絡して。